いやー、台北の夜です。これ今台北駅の横の駅ですね。台北駅の横のなんてだっけ、前東寺駅、シャンダオスーテンプルってところ、シャンダオスーってところにいます。夜やっぱり台北ね、気持ちがいいですね。バスが今来て、僕が4年前ぐらいにここで引かれたことがあるんですよ。タクシーに引かれてしまって、僕は自転車に乗ってて後ろから追突されて、でちょっとその時、まあその時のちょっと傷じゃないけど、まあちょっとだけ手が痛いってのがあって、まあ痛いというかちょっと違和感、まあでもそこまでめっちゃ悪いってわけではないんですけど、そこですね、本当そこで事故ったので、事故に遭ったので、本当になんだろうな、一生忘れれない場所です。台北の中でこのスピード、このスピードのタクシーだった。シャーンって来て、いや本当にね、気をつけないとね、台北で僕は死にそうになったっていう。本当ここでメガネとかも吹き飛んで、結局メガネも出てこずに新しいメガネ作る羽目になって、この駅シャンダオスーテンです。皆さんここは本当に気をつけてください。ここはというか、結構なスピードで向こうからズワーって来て、ここでバーンって来たので、いや本当みんな気をつけましょうね。ここら辺です。ここら辺、チャーフォーディア、ディーファン、ラジャシャオ、シンヨ、こんな感じです。それでは。